はい、どうも、こんにちは。コウスケでございます。今回はですね、ディズニープラスの海外のですね、情報なんですけども、おそらくこれね、日本にも当てはまるんじゃないかなっていう話でございます。なんとですね、海外のディズニープラスの方で、買収したですね、ディズニーが買収したフォックスのアメコミ映画、フォックスのマーベル映画が、続々と配信が決定しました。今回ですね、こちらについてご紹介していきたいと思います。さあ、フォックスの、ね、作品といえば、ディズニーがですね、昨年、とんでもない話ですけれども、もう去年の今頃ですか、もうちょい前か、昨年の4月とかそこら辺ですかね、ディズニーがですね、フォックスを買収して、事業提携が決まったというような話もありましたけれどもね、ディズニーがね、そのフォックスを買収した一つの、大きな理由として、やっぱりね、マーベルキャラクターのね、X-Men やファンタスティック4を自分たちのものにしたかったという話やですね、アバターといった、超大作を、ディズニーのね、社の方でやっていきたいっていう、話もあったりして、買収したフォックスのマーベル作品が、この度ですね、ディズニープラスの方で配信が決まったというところです。アメリカの、ね、ディズニープラスでは7月からですね、9月にかけて X-Men の作品、ファンタスティック4の作品がディズニープラスで配信されます。日本の、ね、ディズニープラスもアメリカと、ね、同時配信を目指してますっていうふうに、配信される前、サービス前 その公式サイトで、ね、書かれておりましたけれども、おそらく、ね、アメリカで配信されれば日本でも配信されるかなっていう感じがありますね。特にですね、最近だと7月3日、本当に今週の金曜日ですね、トニー賞などね、11部門の賞レースを総なめした空前の大ヒットを記録したブロードウェイミュージカルハミルトンをそのまま、ね、撮影して映像化したっていう、ね、取って出しっていう感じなんですかね。特に編集とかもせずにそのままね、映像化させたっていう、ハミルトンのミュージカル映像をそのままねディズニープラスで配信するっていうのをやるんですけども、これもね、ディズニープラスの方で世界同時配信となっております。これに関してですね、世界同時配信ですが英語音声のみしか配信されないっていうところです。今のところこれもね、もともと日本語のね吹き替え版も収録する予定だったらしいんですけども、世界同時配信を、まずメインとしてやりたいっていうところと、あとに今コロナの影響で、吹き替えの収録が思うようにできないと、どっちに重きを置いたかっていうと、世界同時配信に、ディズニープラスを優先したっていうことなんですよね。やっぱりね、その世界的なサービスですから、このディズニープラスってね、日本もおそらく、海外に合わせてっていう感じですけれども、おそらくね、この X-Men 系列の作品をねアメリカで配信されるとなると、おそらく日本も同時配信かなっていう感じがします。で、今回ね、アナウンスされたリストですけども、まずね、7月の10日に X-Men Future and Past、 そして4月の17日に X-Men Apocalypse で、8月7日に X-Men、 そして8月28日に Fantastic Four 超能力ユニット、そして9月4日にウルヴァリン X-Men Zero が配信されます。これだけじゃなくですね、アントマン・ザ・ワスプ、インクレディブル・ファミリーといったですね、ディズニーの最新作もディズニープラスの方で配信が決定されているということなんですが、日本のディズニープラスに関してはアントマン・ザ・ワスプ、インクレディブル・ファミリーはすでに見れますかねっていうところですけども、確かにね、ディズニープラスに入っちゃえば全部見れるっていうところですけども、それこそね、フォックス系の作品を扱ってた、それこそアマゾンプライムとかで見れるのかな、そういったところでね、そのアマゾンプライムから消えてしまうというところでね、どんどん他社のですね、サービスから人気作、アメコミ、特にディズニープラス入るほどディズニー好きじゃないけど、X-Men とかそこら辺好きだから見ようかなって思ってた人にとってはちょっとね、残念というか、いろんな選択肢もあっていいと思うんですよね。ここでしか見れない作品っていうわけでもないですし、それこそ X-Men とかね、ファンタスティック4って。そういったところでね、ディズニープラスでしか見れない作品が多くなっちゃうっていうのは、ちょっとどうなのかなっていうところと、そういったところでね、その他社の競争率というか競合っていうところで言うと、Amazon プライムとか Netflix も、オリジナルの、作品に力を入れないと、生きていけないでしょっていう感じはありますけどね。生き残りをかけた戦いっていうところで言うと、ちょっとね、激化しそうなところもしますけども。ということでね、今回は今後、日本でもおそらく配信されるであろう、ディズニープラスのね、X-Men 系列の、Fox 系列の作品についてご紹介しました。今度が面白いと思った方は高評価、そしてチャンネル登録もお願いいたします。とりあえず、コウスケでございました。